最後はエレクトリカル直された方誰ですか？全部僕が直しました。ああ今回は早かった。 白くないセンターは白置きしてます。センターささすがに白い。めちゃくちゃ最速で2回とも直ったと思いますけど、僕タスク中で停電が直ったタイミングとなったタイミングが全然わからないんですけど、結構早かったんですか？早かったです。早かった、早かった、本当早かった、うんうん、2秒くらいだった。 OK です OK です。 2回目は特に早かった気がする。2回もなったね。2回になりましたよ。2回なりました。両方タスク中で全然気づいてないやつ。もうその片方隕石ですよね、スナパイさん多分。うん。その横通ってます。はい。このくらい早く直しましたもん。スナパイさん気づかないくらいの速さで直しました。いや、センターかっけえな。棒読み。参加者の人がね、後でアーカイブ見て嫌な気持ちにならないようにご配慮お願いします。僕の視点が全てじゃないですからね。よし、Let's go。 よし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 、気少ないね。もうつち、紫、青か。はい、お願いします。どうぞ。はい、はい、O2 でマシカリさんが、青色マシカリさんが死んでました。はい、O2 はい、で、初手、全部喋ります。初手右行ったのは僕とマシカリさんしかいなくて、はい、O2 を一緒に直したのも、マシカリさんと僕ですね、2人で、上の方の、緊急サボタージュを直しました。はい、ゲンです。竹尾スナパイゲン3枚はエレクトリカルにいたので多分無理です。あ、大丈夫です。今右側で目撃されてるのが先端の情報しかないので先端の話は全部聞きましょう。あ、わかりました。で、僕はナビゲーションに行って、アルトさんが下から来て、神宮寺さんがウェポンの方から来たのを見て、僕は、うん、下の方通るの怖かったので 上の方通ってカフェテリア1回通ってタスクどこやるか考えようとしてたんですが、O2 の多分出たところかな、中じゃなかったんで、神宮寺さんは絶対レポートが光ってたはずのところを通ってきてるんで、はい、神宮寺さんかなって感じですね。神宮寺さんは下から上がってきた人でしたっけ？違う、上から。いや、上から。あ、了解了解。上ポン、うん、で通路ですね。下からはアルトですね。アルトさんが下から。質問です。スナパイです。アルトさんと神宮寺さんにそれぞれ質問です。生きているマシャカリさんを目撃していますか？アルト見てないですね。見てないです。おらんかった気がするんで見てないですね。まあでもどっちかか、どっちかかなと。アルトさんの最終位置は？アルトの最終位置はナビゲーションですね。はいはいはい。言ってしまうと、アドミンで多分砂ザメさんとかが僕のことを見てるはずなんですけど。見てます。はい。でその後給油の方で誰だあれは、エレクトリカル側からゲンさんと誰かが多分ね入ってきてるの見てんだよな、ストレージで、うん、オーツ終わった後ぐらいで。ストレージですれ違ってるはずです。はい、ゴミ捨てやって終わってます。え、釣る、釣れた、マジか、釣っちゃった。うん、あ、でも継続か決めた。じゃあいいよ、ボタン押し、あ、僕ボタン押しますよ、じゃあ。まあ自分までローラーでもいいね、他に容疑者いないんだったら。うん、僕が押した方がいいかなと思ったので。まあでもどっち、あ、砂ダメです。どっちかっていうとでもアルトさんよりもセルフレポートしたセンターさんが対抗位置なのかなとか思っちゃったりはするけど、 他の可能性全部潰して、あの僕しかいないんだったら僕で大丈夫です。はい、じゃあ、砂ダメから情報です。サントス砂ダメはアドミン直したんで、絶対無理です。うん、うん、エレクトリカルの3人組もう一回言ってもらっていいですか？竹
竹雄スナパイ源。はい、ザチキンさんはどこですか？ザチキンはロワールスナパイさんとすれ違った後、アドミン直しに行こうと思ったら治ったので、引き返してエレクトリカルあたりで3人、2人とすれ違った後、中でスナパイさんともすれ違って、合ってます。はい、合ってます。はい、まあ、じゃあ、やっぱりアルトさん、センタンさんが右に行って。でも、アルトさんは僕視点無理だから。僕視点はセンタンがナビゲーションから出てきているのを見てるので。うん、まあいいっすよ。不安だったら。ジングジさん視点で、まあ、センタンさんのセルフレポしか追えないのに、それを主張しなかったのがだいぶ黒いかなとは思ってるんですけど、うんね、ジングジさんがそのアルトさんにもセンタンさんにもなんか殴りかからなかったので。まあ、それはどっちとも言いますけどね。黒だったらセルフレポート1本っていうケースもあるから、僕は言うのもあれですけど。一応スキップ入れてきます、そこは。あとお任せします、はい。私はローラーしないです。私もしな、私、うん、まあ、やったとしてもセンターアルトのペアぐらいでいいかなと思うので、ローラーはしなくていいと思う。まあ、全然センターにつけって言われたらつけますよ。ちなみに投票した人誰ですか？竹を投票しました。サンタ投票しました。アルト投票してないです。ゲンスキップでした。けどこうなったんだアルト無投票です。砂ザメアルトゲンがスキップかな、うん、アルト無投票です。もスキップです。アルト無投票。あ、失礼しました。アルトさん無投票。僕はしましたよ。僕入れましたよ。アルトさん無投票、ザチキン、砂ザメゲンスキップ、他は投票。ゲンですな。この後、死体がドドドって上がるようだったら、ローラー継続とは考えてない。どうします？ペアはどうします？ペアもなしでいいと思います。ペアは難しいのでいいと思います。周りの精査なんですけど、僕の勘なので気にしないでください。ゲンさんと砂ザメさんがちょっと気になりました。以上です。はーい。はーい。怖い色精査来たいいね。ボイス人狼の要素をしっかり活かしてね。怖い色精査もありっす。オレンジ緑チャンネル登録ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございますって僕が言ったと思った人はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。色白誰も死んどらんですね。誰も死んでない。あ、いいね。素敵素敵。ジングジさんで落ちてるんじゃないですか？そう思います、ね、素敵なボタン落ちてくれたんで、ありがとうございます。砂ザメさん1回目の停電の時ストレージから登ってましたけれど、あれアドミンに入られてたんですか？アドミンに入りました。でアドミンで地帯の位置を探してました。なるほどなるほど。でコミュニケーションに位置あったんでやべえと思ってコミュニケーションに向かったら、コミュニケーションから出てくるサントスさんを見てホッとしたっていう感じですねはい、合ってます。最後はエレクトリカル直された方誰ですか？全部僕が直しました。ああ今回は早かった。白くない？センターは白置きしてます。センターさすがに白い。めちゃくちゃ最速で2回とも直ったと思いますけど、情報も。僕タスク中で停電が直ったタイミングとなったタイミングが全然わからないんですけど、結構早かったですか？早かったです。早かった。早かった。本当早かった。うん、2秒くらいだった。OK です、OK です。2回目は特に早かった気がする。2回もなかったね。2回になりましたよ。2回なりました。両方タスク中で全然気づいてないやつ。もうその片方隕石ですよね、スナパイさん多分。うん。その横通ってます。はい。このくらい早く直しました。スナパイさん気づかないくらいの速さで直しました。いや、センターかっけえな。棒読み。残り。え、テンションちょっと。イチローは、まあ、わかんないな、今の段階だと。まあまだ詰めなくていいのかなとは、うん、まあタスクで、まあ、アリバイある方にもう一路いるとでは思うね。
ドッキリしなきゃいけないから、うん、なんで、うん、まあもう本当にフラットな状態で進めるでいいかなと思ってます、うん、そうですね、まあ、はい、死なないように動きましょう。難しいな。死なないようにはむずいんだよな。あ、本当に結構僕意識してますよ。あの初手死にやすいところに行って、で死にづらいところ後行くみたいな、中央寄りを後で行くみたいな、どこで取るかみたいな話。そうそうそう、最近エレクトリカル後回しにしちゃうな。確かに、まあ、停電後とかでもいいですね、エレクトリカル。停電直後は人が多いからね。行くんなら3人で立ち回り、人多いからドサクサで殺される可能性もあったよね。あ、うん、最近ドサクサキルしないよね。今置きずれとかあるからな、実際問題。やっぱ行こう。キャラクター、いやいや、これコミ行くか。知らない立ち回りしてますとか言って、これ死んだら受けるな、倍速で。あ、センター死んでるみたいな。死なない立ち回りするって言ってたのに。あ、ここ当てるか。チャンネル登録ありがとうございます。ぜひ高評価も。いや、もうちょい後でいいかな。ブリクロオレンジ、ストレージの横の配線がいいかな。オレンジちゃん白、はいはい、アドミンの、中の左上のタスクをやる場所でスナパイさんが死んでいました。ほう。で直前でゲンさんがアドミン方向からカフェテリアに入っていくのが見えたので、ゲンさんの行動を教えてほしいです。ゲンは、ずっと右いました、ウェポン行ってナビゲーション行ってシールド行ってコミュニケーション行ってストレージ行って、そのままカフェテリア方向に走ってます。アドミンには入ってません。アドミンには入ってません。でその行動は途中までなんですけど、多分竹雄さんとあと砂場さんもそれこそおられましたね、まあ、見てると思います。ね、まあ問題はアドミンにちょっと寄って、ちょっと寄ってついでに殺して、まあまあまあついでに、まあゲンさんそういうところあるからな、いつもセンターさん目ってそう見えるのは変わらないですが、どうします、私とセンターさんローラーしますか。スナパイさんはどこで、それ言ってくるんだったらじゃあゲンさんでいいかな、ローラーっていう思考になるんだったら。僕はゲンさんそんなに疑ってないんで、全然届かない位置ではあるんで、レポートがにもかかわらず、ローラーに持ち込むんだったら、で私センターさんのセルフが結構あると思ってます。だからその情報で、あ、じゃあいいよ、ローラーで。センターさんってあの状況で神宮寺さん入れてるんですよね、外してよくないですか。いや、ローラーでいいですよ。神宮寺さんに入れてない残り用にローラーしましょう。ダチキン、ゲン、砂ザメ、アルトの中に入れると思ってるんですけど、違うんですか。なんか結局1回目の事件の時も神宮寺さん目線の容疑者では一応センターさんあると思うんですけど、まあ神宮寺さんで落ちてるとはいえ、結局センターさん神宮寺さんに入れ、あ、結局入れたのか、センターさん入れましたよ。あ、じゃあ白だわ、じゃあ白だ、別の人です、すいません。じゃあ、できますかね。じゃあ竹雄さんとかになっちゃうな。竹雄さんが弁当でズバッてやっちゃったパターンはまあまあ追えますね。竹雄さん多分最終点右ですね。竹雄源でローラーしますか。竹雄源のローラーの方がまだいいと思います。だったらセンターさんのセルフはあんまり追えないな。はい、竹雄さんって神宮寺さん入れてないんでしたっけ。入れてますよ。ですよね。まあ私も竹雄源ローラーで別にいいとは思いますけど。でもザチキンさんあそこの配線やってたじゃん。いやいや、まあ、他の配線もやってます。配線やってないからナビゲーションじゃねえ、あの左側で配線やってんの見てくからさ、似合わねえんじゃねえかなって思ってるから、ザチキンさんは違うと思ってるけど、ね、砂ザメさんも左の方にでした、アルトさんも左の方にでした。いや申し訳ない。凡戦になってしまった。ゲンさんごめんなさい。ゲンさんか。手はつけていたんですよ。あのね、すぐ見つかるんすよ。すいません。両方とも見つけちゃった僕が。見つける方が好き。いやー、見つかるなーと思って。もうこうなるぐらいだったら3キルして死んだ方がいいっていつも思うんですよ、凡戦になると。いやー、僕もそう、もうなんかやれないならやろうと思ったらすぐセンターさんいらっしゃるもんね。まあ発見が早いのはやっぱ強いですね。強いですね。アリバイができないので。あれ
ブラウザのオーバーレイ復活してる。やっとさ。復活したんですか。復活した？僕の方は見れるようになりました。復活してない。マジっすか。ちょっと私も。ああ怖い。画面共有気をつけろよ。気をつけろ。あれ部屋って同じとこには残ってます。配信。ホストがまだ。あ、ごめん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 、それ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 、うわ、みんな並んでる。やばいな、今日インポスターって凡戦で申し訳ない、本当に。いや、まあ、全然凡戦じゃないですけどね。リスク取んないと、あれだから、うん。そうなんですよね。リスク取りに行ったら、もうなんか、センターさんがすぐ近くにいらっしゃって。あセンターさんもね、死体探しの意識がね、めちゃくちゃ高いから。高いっすね、本当に。あれはありがたかったな。あれももう私カフェテリアのボタンを押そうとしてたんですよね。でも先端が先に発見されたっていうのがあって、あーちょっとストリームキット復活しました。おめでとうございます。よしよかったよかった。多分できない人も今試してみるとできる。いけるかも。マジでやろうやろう、はい、いけますいけます。やったね。あサイト自体も復活してる。よしだいぶ来た来た来た。試してみるもんだな。あやった来てる来てる。よしよしよし。やったぜ。録画ができる。急いで色合わせしよう。あれ、これ新しく追加したらできたって感じですか？そうですね。また入れ直しました。入れ直しました。入れ直して。そうですよね。まだ使えないか。いやー、もう申し訳ないな。ゲンさんごめんと思いながらも。まあ。しゃあない、マジで。リスもう100点か0点、あ、0点ってちょっとあれですけど、ね、100か0かって感じだから、インポスターは。クルーメイトが100点を取るから、もう仕方ないです。そうなんですね。どんなにいいキルしても、それに対して、村側が100点出しちゃうと、100点が一瞬に0点化されるんで難しいです。若干メタなんですけど、センターさんにゲンさんをラストウルフで逃げるルートもやってみようよって結構前に言われて、結構私抑え目でやってみてるんですけど、あんまりいい結果が今のところ出ないまあこれは私の能力不足なんで、ちょっと徐々に慣れていきます。この戦い方もできるようにならないと、やっぱり見てる側もね、なんかこのキルはゲンさんだろうとか結構コメントにも書かれだしてキルメタキルメタすごいキルメタキルメタ早いだけっていうのはちょっとまあ芸がないと思うな。他のパターンも、ね、ウルフとラストウルフなんか結構適正というか、どっち得意かありますよね。確か、まあ、あるとは思うんですけどね、うん、両方できるようになる方が理想ですから、はい、もっと頑張ります。はい、ルメタやばい。ゲンさんにしては下へ上がんないなと思った。思いますよね、やっぱり皆さん的に。逆にね、利用できてるから、ちょっとずつね、適用できれば。そうなんですよ。だから、最強になる。これも、配信とかで喋ってるんですけど、ね、タスク終わったんで、万人しますって言って、インポスターの時、本当に万人して、そこで殺すっていう。いや、怖すぎる。これやりたいですよね。やりたいですけど、エレクトリカル終盤残さないですよ、みんな。そうなんですね。ローラーで再先行でゲンさん釣った時に、O2 なった瞬間に、あれ、ゲンさんインポスターじゃなかったのかっていう、なんか、変な読み方とか、もうたまに頭に入っちゃうんですよね。途中まで騙せても結局逃げ切れなきゃこのゲーム勝てないですからね。そうなんですよね。